飛行艇ね。まさか七葉教会がこんな船を持ってたなんて。繰り返すが、くれぐれも他言無用に願うぞ。記事にでもしたら、今後教会の一切の庇護を受けられぬと覚悟してもらおう。まあ記事にしたところで、与太話の類にしか思われないかもしれないけど、決死あたりと同じように。マジ？心配せずとも約束は守りますって。あのリーシャ魔王の正体が謎の魔人インっていうのもね。お願いします。なあロイド、連れてきちゃうのもよかった。まあ一応約束は守る人だと思うし。クロスベル聖母に新たな隙間を感知しました。正確な座標を特定。西クロスベル街道中間、警察学校や高知市方面への分岐地点の付近です。そうか、確か高知市を脱出するときガルシアのおっさんに助けてもらったんだったか。ああ、なんだかんだ言って力になってくれたよ。あれからどうだったのか気になっているんだけど。でも警察学校方面に行ってみるのは得策じゃないね。君が脱出したことで警備も強化されているだろうし。かといって他に行けるとしたら国防軍がいるベルガード門だけ。ちょっと困りましたね。まあのこのこ尋ねたら捕まるのは確実でしょうね。とにかく降りるだけ降りてみよう。どの程度国防軍が警戒しているか確かめたいし、幻獣の徘徊具合も気になる。了解です。鉱山町の前にも砲陣が設置された。いつでも降りられるので必要なら声をかけるがいい。西に行けばベルガード門にはすぐにたどり着けるが、そうにゃ司令がいるとなるとさすがにその勇気はねえな。確かに。とにかく行ける範囲内で探索してみるしかないね。国防軍の装甲車が通ったら身を隠す必要がありそうだけど。そうですね。そうにゃ司令か、なんとかコンタクトが取れるといいんだけど。そういえば脱線事故の車両は完全に撤去されたんですよね。ああ、破片とかの類も一通り片付けられたはずさ。しかしあの事故もかなり大事だったはずだが、強烈なことばかり起きたせいかいまいち印象が薄いよな。確かにね。大陸横断鉄道も現在は完全に運行を休止しています。たまに国防軍の貨物列車が通るくらいみたいですが。なるほどな。待てよ、ということは線路に出て行き来できるかもしれない。あ、なるほど、その手があったね。だがクロスベル市方面は結界に包まれている状態だ。気づかれずに都市に入るのは不可能だぞ。ああ分かっている。だが西の方ならどうだ。ロイドさん、もしかして線路からベルガード門に潜入するつもりかよ。ああ、考えたんだけど、一度ソーニャ司令と直接話せないかと思ってさ。確かに味方になってもらえたらこの上なく頼もしい人ですが。でも国防軍への移行については反対はしなかったんだよね。さすがにリスクが高そうだけど。私も同感です。もちろん立場もあるだろうから正面から尋ねても捕まるだけだろう。だが
なんとか門に潜入して秘密裏にコンタクトが取れれば、ひょっとしたら本音を語ってくれるかもしれない。なるほど。ミレイユたちを見ても国防軍内で疑問を持ってる人間が少なくないのは確かだ。あれだけ正義感が強い人ならなおさらかもしれない。うん、そういうことなら僕も反対はしないけど、ソーニャ司令がいるとしたら彼女もいるんじゃないの？それがあったか。ノエルさんですね。ふん、話を聞く限り彼女の決意は固そうだが。分かってる。だが俺たちの進む道が恐ろしく困難なのは確かだ。彼女との行き違いにしても、いずれ乗り越える必要がある。それが直接やり合う形になったとしても。ロイドさん、確かに避けてばかりはいられねえか。そこまで考えてるならこれ以上は言わないよ。とりあえずフェンスを外して線路に出られるようにしましょう。ああ、ここが。ああ、ベルガード門の貨物ホームだ。大陸横断鉄道が運休してるから人手は割いてなさそうだ。そうですね、潜入するチャンスかと。ソーニャ司令がいるとしたら3階の司令室か。なんとか人目につかずにたどり着ければいいんだけど。いざとなったら私が陽動して目を引きつけます。とにかく上がってみましょう。分かった。でも無茶はしないでくれ。ふん、上がるとしようか。止まってください。ノエル、どうして。皆さんの動向については国防軍の方でもある程度は掴んでいます。マインツ方面でレジスタンスと協力体制を結んだ後、次に来るとしたらこちらの方ではないかと漠然と警戒していました。やれやれ、参ったね。さすがというか、いい読みだぜノエル。当たってほしくはありませんでしたけど。ソーニャ司令と話をしに来たんですね。ああ、その通りだ。ミレイユ3位から国防軍に疑問を持っている者が少なからずいると聞いた。この状況を打開するためにも司令の真意を聞きたいと思ってね。ノエルさん、今フランさんは私たちと一緒に行動しています。もうすっかり元気で、ノエルさんとも会いたがっています。説を曲げろとは言わねえが、せめて話し合いの余地くらいは残してくれてもいいんじゃねえか。それでも、それでも私は皆さんをこの先に行かせるわけにはいきません。国防軍の兵士として国家への抵抗勢力の潜入を見逃すわけにはいきませんから。ノエルさん、やれやれ、本当不器用だよね。引き返してください皆さん。今ならまだ見なかったことにできます。いずれ争うことになるしかなくなっても、今はせめて。甘いなノエル。君が真に国防軍の軍人ならこんな問答は必要ないはずだ。
問答無用で取り囲んで俺たちを無力化すればいい。なのにそんな干渉めいた言葉で俺たちを去らせようとする。そんな甘い覚悟で本当に大義に準じているつもりなのか。ロイドさんいつになくきついね。はっきり言おう、ノエル、君は弱くなった。何の欺瞞もなく、ただひたすらにまっすぐいられなくなったからだ。今の君相手なら軍人じゃない俺にだって勝てる。ロイドさん。おいおい、何を。武装は自由。俺一人で君の相手をする。君が勝ったら俺たち全員を捕まえればいい。その代わり、俺が勝ったら君は俺がもらう。一体何を。見ていられないってことさ。君が君らしくあれない場所に居続けている。同じ仲間としてこれ以上放っておくわけにはいかない。勝負してもらうぞ、ノエル・シーカー少尉。おいおいおい、そんなのありかよ。とんでもないです。何かの異能とか言わないだろうね。確かにな。いいでしょう、私も負けられません。勝負です、ロイド・バニングス捜査官。ああ、かかってこい。ロイドさん、手加減抜きです。この勝負絶対に負けられない。目標を撃破します。負けるか。さあ、行くぞ。タイガー。無念です。悪いな、先に行かせてもらうよ。俺の勝ちだな。すみません、ソーニャ司令。謝る必要はないわ。あ、司令。ゲゲ。気づかれていたか。あなたたち、戦闘の音が上の方まで響いていたわよ。一応人払いはしておいたけど。すみません。お久しぶりです、ソーニャ司令。ええ、本当に。どんな理由で訪ねてきたか見当はついているけど、とりあえず私の部屋で話を聞かせてもらおうかしら。そんなことが。なるほどね、大統領側の不可解な行動もようやく見えてきたわね。ってことは、ひょっとして。こちらにある程度協力していただけるとか。残念ながらそれは無理ね。警備隊にせよ国防軍にせよ、シビリアンコントロールの原則は変わらない。問題があるとはいえ、クロスベル独立国が成立して
大統領という国家元首がいる以上、私たち軍人は勝手な判断で武力を行使することは許されない。そうですか。正規軍ってのはそのあたりが厳格っすよね。それじゃあやっぱり歩み寄るのは無理そうだね。ええ、そうなるわね。そうでなくてもアリオス国防長官は優秀よ。仮にベルガード門の部隊がそちらに協力したとしても、彼の率いる主力部隊に反乱軍としてあっという間に鎮圧されてしまうでしょうね。そうなんですか。あのさん、指揮官としても優秀なのかよ。ええ、セルゲイの元部下だけど、さすが牽制と呼ばれるだけ断りに通じているみたいね。その戦略の巧みさ、兄弟子であるリベール王国軍司令カシウス准将に通じるものがあるわ。でもたとえアリオス長官相手でも、タングラム門のダグラス副司令と協力できれば。あら、ノエル、なぜ彼らに協力することが前提になっているのかしら。ノエルさん、さっきの一騎打ちが効いちゃってるみたいだね。そうにゃ司令、もし仮にディーター大統領とクロスベル独立国の正当性が揺らいだ場合、国防軍の対応はどうなりますか。それってそうね、どの程度かによるけど、事の真偽がはっきりするまで慎重に状況を見極める、その必要はあるかもしれない。なるほどね。となると、どうやってその正当性を揺るがせるかが鍵になってくるわけだ。ああ、こういうことはエリーの判断が一番頼りになりそうだけど、多分鍵はマクダイル議長じゃないかと思う。あ、お嬢のじい様か。確かクロスベル自治州の代表の一人になるんですよね。なあ、もう一人は他ならぬディーター市長だったけど、独立国の宣言にあたってマクダイル議長の意見は完全に封じられたと聞いている。その彼の意見が何らかの形で国内外に発表されたら、大統領や独立国の正当性がわずかに揺らぐかもしれない。そうなったら国防軍もいいところに気づいたわね。どうやらヒントを出すまでもなかったか。ノエル少尉、マクダイル元議長はミシュランだったかしら。え、あ、はい、お孫さんのエリー嬢とともに迎賓館内に軟禁されています。うん、ミシュラムの警備は確か赤い星座の部隊、国防軍の部隊は常駐していなかったわね。は、その通りであります。そうにゃ司令。あら、私としたことがうっかり部外者の前で。何でもないわ、今のはすぐに忘れなさい。さすがソーニャ司令、気持ちがいいほどのしらばっくれぶりだね。それとノエル少尉、先ほどの一騎打ちだけど、甘いと言われても仕方ないわね。はい、罰としてしばらくの間無期限の謹慎処分とし、代わりにクロスベル警察特務支援課への再出向を命じます。自分に何が足りなかったか、そしてクロスベルの将来のため自分が何をすべきなのか、しっかりと見極めてきなさい。イエスマム。
ミシュラム方面の隙間を感知しました。フランさん、座標を送ります。もういつまで泣いてるの？みんなに笑われちゃうよ。いいさ。なんだか羨ましいです。すみません、特定できました。ミシュラム保養地、ホテルデルフィニア付近、あのレイクビーチのあたりです。ふう、すげえ偶然だな。今度は優雅なバカンスとは言い難いけどね。あら、ひょっとしてみんなでビーチに遊びに行ったことがあるとか？ええ、まあ通商会議の後ですけど。もう釣れないわね。そんな楽しそうなイベントになんで私を呼んでくれないの？いや、俺たちだって招待された身分だったしな。今にして思えばあの招待も何か思惑がありそうだったけどね。確かに。いずれにせよ次の目的地は決まった。赤い星座の部隊が警備しているらしいが、ノエル、どのくらいの規模か知っているか？そうですね、一個中隊はいると思います。この人数で当たっても正直勝ち目はないでしょう。そうか。なんとか陽動して戦力を分散できりゃ。だったらここは私が。いや、ここは私が引き受けよう。元の姿に戻ればかなりの戦力を引きつけられるはずだ。サイト、そのいいのか？私はあくまでお主らの手助けに徹するつもりだ。お主らが仲間を集め力を蓄えつつある今、そろそろ助力は不要だろう。まあ最後の大サービスとでも思うがいい。そうか、ありがとうザイト。ああ、マジに助かるぜ。と言っても相当厳しい戦いになるのは間違いなさそうだけどね。それでもミシュラムには議長だけじゃなくてエリーもいる。万全の準備を整えて何としても二人を解放しよう。はい。およ。了解です。